チャオ、あっちゃんです。今日、4月の14日、朝11時です。ちょっとね、お買い物、お出かけをしてきます。はい、ってことでね、前向きなちょっと見てるか。桜並木がすっごい綺麗、あの高校のところのね、すごい綺麗よ、満開よ。散ってるやつもあるけど、はい、今見どころやね。で、すっごい混んでんの。これ桜見に来る人やと思うんやけど、交差点バリ読み動かない。交差点の真ん中で信号待ちしてる人もいてるぐらい、だからあの人も多分行けるやろうと思って出たら、ああなったんやろね。こんなここまで混んでる状態です。はい、諸葛系無線です。久々に春コーデ、スカートです、でもやっぱりお家が寒かったからストッキング履いてます。寒さには勝てへん。ほんまはね、生足大好きやっちゃうねんけどね。生足ミニスカが大好きやねんけども、まだミニスカでも生足でもないです。はい、上はね、あのボーダーの、なんです。ちょっとね、タートルネックで、春先こうでって感じかな。これでもあんまりね、あのテンション上がんない。もっと可愛いの着たいんだけどね。喉が痛いわ今日も。よいしょ、途中でお茶買おうかな、エナジードリンク買おうかな。あれ、足ちっちゃくなったかな。サンダルが緩いのよ。サンダルって緩かってほら、足動いたら痛いからぴったりにしてやったのに、なんかスコスコすんの。足なんかちっちゃなることないもんね。骨格っていうか骨や、なんだろう、まあいいねんけどね。24か24半ぐらいやねんけど、24半でね、ちょうどやねんね。だから24やったらね、ちょっとね、あの痛いのよ、爪とか、あの爪っていうか足がキュッてこう押さえられて、だから、24半履いてんだけど、これって24履けんのかな。靴も欲しくてね、春先ちょっとね歩いたりするのに、靴がいいなーって、スポーツか、なんかスポーツシューズみたいなの買おうかなと思って迷ってんね今、どこのブランドにするか。あっちゃんバンズが好きやねんけどもね、バンズにしようかなって。でも DC 可愛いなーと思って、お友達が DC 履いてんだけどめっちゃかっこいいねんね。だからそれいいなーと思って、 DC 欲しいなーと思ったり。やっぱね、暖かくなってきてね、今車の温度計18度やけど、ミッションの不具合が出てないの。朝一発目家から出て変速する瞬間ドスーンってなってんけど、アクセル向かんかってもシフトすんね。まあ、これで多分ね、AL4 のトラブル、このワンシーズンは大丈夫そう。寒くなると出るからね、持病みたいな、あっちゃんの、寒くなったら関節が痛い、ね。それはもうあのね、年式層で仕方ないことなんで、ね。まあね、このクーちゃんもそうし、年式層で仕方ないね、AL4 トラブルが出てるから、年式か走行距離、ね、って感じで。しまった、あれ持っていくの忘れた、ポケット Wi-Fi。 多分出したはず。今日はね、外からライブしようか思てんけど、ポケット Wi-Fi 忘れてきた。今日何日、真ん中ぐらいか。私ショートライブやったらそんな食わへんかな、ギガス。何を考えとんねんって。まあいいわ。
YouTube ライブがさ携帯からできるようになったから嬉しくってささあお昼何食べようかな。この時間今11時やからね、ちょうどお昼時間にいい感じやから、忘れますよ。めんどくさいから、うわどうにかなるでしょうっていう感じでね、うん、あっちゃんはいつもそんな感じです、うん、気にしない気にしない、ね、何があってもノープロブレムって感じで、はい、あのいつも楽しく楽しくいつも楽しくね、なんかこうウキウキしてたらそれでええねんね、苦しいこととか嫌なことから逃げるとか目を背けるんじゃないけどね、苦しくても嫌なことでもね楽しく乗り切れば楽しいですって感じで、ね、あの何事も楽しく、うん、だから楽しく遊びに行く時でもいやいや言ってたら楽しくないもん一緒やからね、嫌なことでも楽しくしてたら楽しく感じんねん、うん、それがあっちゃん流です。はい、ということでね、今11時か、11時7分です。今頃ってさっきあれか違う動画、あっちゃんいつもね動画タイムまで上げてるから自動的にあっちゃんネル動いてくれてるから助かるわ。そこでお茶でも買っていこう。ピュー、 GPS を受信できません。お茶買っていきます。何しようかな。 GPS を受信しました。柚子蜂蜜、いやお茶がいい、麦茶、麦茶にしようかな。麦茶とね、エナジードリンク買おうかな。なんだあれ、なんか変わったんかのみたいなめったにさ、あの自販とかで買わへんから、でもなんかなあ、あまり変わり映えせへんな、あれにしよう。うん、やっぱお茶やね基本お茶買ってくる。麦茶買ってきた。麦茶と、エナジードリンクと。おばちゃんの原動力はね、エナジードリンクやからね。準備して。行きましょう。さあどこから行こうかな。今日早めに帰ってこようと思って、うん、子供病院連れて行くから、うん、今日予約してないからね、あの予約っていうか突発で行かんのから、突発っていうか飛び込みで電話しとこうかな。して、まあでも今日言うて今日の夕方4時とかだから、4時に帰れるかどうかわからへんし、まあ帰ってから考える。
でしょう。花粉って出えへんでね、花粉情報あんまりね、テレビとか花粉収まったよみたいになってしまうから、だからその頃が辛いからさ、長いね、ほぼ1年中、あと2年あったりとかね、いろんなアレルギー持ってるから1年中ね、鼻集まんのよ、困りますよ。 GPS を受信しました。でラーメン食べてもいいしな、ちょっと高かった気がするけど GPS 美味しいもん食べるの高いとか言ったらあかんねんけどさ、なんかこう一人ご飯の時ってもう安くていいやとか、ワンコインランチとかそんなんでいいやと思ってますね。 GPS を受信しました。貧乏がね染みついてるからね、下手したら残り物だったらタダで降りるってられるっていう感じがあるから、もういいわって思ってて、でみんなと食べる時とかだったらなんかこう美味しいもん食べたらいいなって思って、でみんなと楽しくワイワイとか子供とね美味しいもん食べようって思われたらいいんだけど、一人で行く時はもう安ければいいやって感じになるから、セレブリティな生活
活をしてみたいわ。緑なんていうのは桜もちょっとあったかいね。やっぱりこんだけ山下ると、はあ、なんでね。 GPS を通信CBR250 かな。変わった形してんな。GPS を受信できません。来てる？これね、CBR かなあれ。CBR やな。125かな。なんかちっちゃい細いねん。なんかタンクフレームがブラック太くてタンクちょこんってちっちゃかって、何やろ分からへんなんか分からへんけど、まあかん、最近ねバイクが欲しくて乗れもせえへんのにね、多分ね、なんか乗れんことないとは思うけども、どうやらね体力も落ちてんのにね、でもバイク欲しくなって、イケイケっていうか、行ってまうのよ、ついつい。で、絶対ね、体力落ちてるし、瞬発力も落ちてるし、やから、こけると思う、絶対。もうこの年になってバイクでこけたら泣くよ、もう。泣くですまんやろな。絶対骨折れたりとかさ。再起不能になるやろな、もう。でも乗りたいな。バイク大好きやからね。ね、なんか欲しいなって言いながらね、なんか欲しいなとか言いながら、どうせ買うんやったらレーシングバイクがいいなって思ったら、ね、マフラーとかレース感入れたりとか やっちゃうんよねバカやね一回で上からあれ乗りたかったな、 GP の500の2サイクルとかあんな乗りたかったな。次生まれ変わってきたらって言うと、次生まれ変わってくるときにはもう2サイクルないやろな。4サイクルの GP はなんか違う気がするからね。何の話やなんか。NA やかわかっこいいな、今見てばかっこいいな NA ロードスター。さあ、もう行こうかな、お昼柏原でお昼でお昼おいしいものあるかな。
GPS を受信しました。ベージュって可愛いな。いいなあれ。あ、左目がすごい痛い。針で刺されてるみたいなぐらい痛い。あ、目薬持ってくださったよ。なんか目薬いつも持ってくださって出先で買うから目薬がたまんのよ。ドライアイやねこれ多分。で、お買い物して帰るかな。悩みの方でございますわ。ステーキミヤからLINEが来てる。ステーキミヤ行くかな。ものすごいいい加減。てると思うんだよね。で、これね、どうしようかな。じゃあ沼見公園のね、チューリップ祭りも行きたいねんけど、ちょっと遠いのよ。まあ遠い言うてもこっから 2,30 分ぐらいねんけどね。で、行くんやったらこっちじゃないねん道ね。まあどっち行ってもいいねんけどな。すごい見応えあるらしいよ。昔ブログやってたことね、こう言ってあやめのとこで写真撮ったりとか、ね、なんか建物あってその花壇のとこで写真撮ったりとかしてたわ。沼見公園綺麗ね。綺麗なんちゃんが引き立つの。やかましいわって。ごめんなさい。お花が綺麗からね、あっちゃんのあらが目立たへんね。やかましい。はい。そんなのどうでもいいんだけどさ、どうしようかな。あ、痛い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 、筋がおかしくなった。変に筋伸ばした痛い。春夏向けのサンダル欲しいしな。なんか欲しいもんがいっぱい出てきた。今履いてるサンダルももうね2年ぐらい履いてんだけど、すごい気に入りやねんこれ。なんか一目惚れして買ってん。そんな感じでさ、なんかこうお気に入ったやつってもう何年も使いたくなるやんか。もう傷んでんねんね、だいぶ。だから
からもうそろそろ開くから今シーズンも開くかもわからんねんけど、でそればっか開くからもうかっこいい早うぜ欲しいなの前のね桜もねもう葉桜になってきてる。綺麗ね。お花っていいね。24度。もっとね春向けのひらひらのフリフリのミニとか着てきてよかった。やっぱりねうだ寒いからね。でも帰りがね夕方だったらね、やっぱりね可愛い格好したテンション上がるからな。どこかいいおすすめはありませんか？いいとこないなぁ。変な子ちゃんと変な子もともと変な子や言うなよ話。一人で言うて一人で突っ込むなって。はい、わかりました。ちょっとね、こっち行きます。おばちゃんの自転車をすり抜けるのは怖いんだよ。橿原のね、裏通りの中に、ね、細いでしょ道の中にね、おふさ観音ってあるね。バラの、バラがいっぱい植えられてる観音さんやね。そこのとこね、すごい綺麗ねんけどもね、おふさ観音の、駐
しましょう。バラは咲いてないな、やっぱりね。ちょっとだけお参りしていこう。誰かね、人いたよ。バラのシーズンに来たらすごい綺麗ねんけどね。ちょっとシーズンが終わっちゃってるけど、行ってみましょう。よいしょ。ではちょっと行ってきます。